日本沖縄県名護市辺野古キャンプシュワブと辺野古弾薬庫と隣接し新基地が計画されている。辺野古岬名護市周辺の円形。中央下が辺野古岬辺野古は沖縄県名護市の東海岸側、久市地区にある一地域。総面積10.83平方キロメートルだが、現在その多くの区域を米海兵隊の2つの基地キャンプシュワブと 辺野古弾薬庫によって占有されおり、数また、儀の安市の普天間飛行場の代替施設となる、新基地建設のため、大浦湾の埋め立てが進められている。名護市東部の久市地区に位置する辺野古区の人口は、1087世帯、1776名。面積は10.83平方キロメートルだが、その多くが、米海兵隊の基地キャンプシュアブと辺野古弾薬庫となっている。 北側の二見と南側の豊原と隣接する。しかし、二見と豊原をつなぐ道は、キャンプシュワブを横断する国道329号のみである。夜更け、スーヒとも隣接するが、シュワブによって大きく分断されているため直接の往来は不可能である。夜更けとは、二見経由で往来できる。沖縄県唯一の高等専門学校である。 沖縄工業高等専門学校が設置されている。海塚時代の遺物が、キャンプシワ部内のヤニバマ遺物散布地や思え、玄海塚で確認されているが、基地内のため調査は進んでいない。辺野古国には現在確認されているだけでも思え、原遺跡、大間遺跡、思え原調作遺物散布地思え原石器出土地、ヤニバマ遺物散布地美社川集落関連遺跡群、 大浦崎収容所跡、長崎兼久遺物産地の八遺跡があるが、基地内や埋め立て予定地のため発掘作業も、ままならず、また基本的に発掘された遺物も、基地から持ち出すことはできない。15世紀以降の琉球王朝、第二直しの時代になると、国神方、東海道と呼ばれる宿道が整備された。琉球国絵図によると、 首里城から北上し一里ごとに築かれた第十二番目の塚が辺野古の一里塚であり、1997年にキャンプシュアブのゲート外側に一区と復元が行われた。大浦崎収容所1945年4月5日、米軍が辺野古区長崎原に駐留。6月には、米軍が捉えた家村、泣き人村、本部長の住民を、 強制収容するための大裏崎収容所を設営した。最大で2万5千人が収容され、戦傷や飢餓とマラリアなどの病気で多くの命が奪われた北西部の最も劣悪な収容所の一つであった。移送された住民は、ほとんど立ち木もない不毛に等しい荒れ地に置かれ、米軍支給のテントも十分ではなく、食料基金は深刻で海に出て海藻を食べ、 山へ行って、食えそうなこの葉や草の葉を手当たり次第に摘み取って食べた状態であった。大浦崎での住民の強制収容は1年間続いた。その後、宜の座村川の収容所共同墓地では1980年代に大掛かりな遺骨収集も行われたが、大浦崎収容所に関しては、収容所消滅から10年後の1956年に再びキャンプシュアブとして、 再接収されたため、母所の特定と遺骨収集は極めて困難な状態に置かれている。沖縄県平和記念資料館の資料では、大浦崎に関連する犠牲者は304人ほど確認されているが、母所の確認はできていない。1955年1月28日、米軍の統治機関琉球列島前国民政府は、 久志村に対して辺野古岳と久志岳の山林で実弾演習を行うことを通達する。しかし伝統的に炭焼きや小農作りなど林業に頼ってきた住民は実弾演習で生活の糧である山林が入山禁止となったり消失してしまうだろうという強い懸念から演習に反対する。3月4日、米民政府は一旦は 反対を受け演習地使用を取りやめるが、7月22日には、山林を軍用地として接収すると通知し、もしこれ、以上反対を続行するならば、ブラック地域も、接収地に線引きして、強制たちの寄港しも辞さず、しかも一切の保証も拒否するとと強行に勧告、してきた。朝鮮戦争の勃発以来、沖縄は、今や伊江や儀の安市伊佐浜の土地の強制接収、 銃剣とブルドーザーの時代のただ中にあった。厳しい状況のさな住民は黙認工作の許可など様々な条件を米軍に要求した。1956年11月、突如、土地委員の一人が民政府の依頼を受け極東放送で受け入れを発表すると、翌月12月20日、米軍はさらに新規接種を発表した。 1956年12月28日、ライカム事務所で、久し村長と土地使用契約が締結されると、翌29日には、辺野国事務所で村側に、海兵隊、ハリー・アップル少佐らが出席して、組用地賃貸契約に至るまでの経過を報告し、土地の賃貸契約期間は5年、適正保障とすべての損害賠償の責任を負う赤線内でも、濃厚のできる箇所は、 濃厚させまた新嘆周入れもできるだけ許す、といった村側の条件が確認された。工事は大阪の全日高組が受注し、キャンプシュワブの工事は1959年8月に、ほぼ完成した。この時期、海岸沿いの旧集落に加えて、山を切り開いて、山手に新集落が造成され、基地建設作業員のための飲食街が作られた。完成後は、社交街として、 基地の陥落街となった。辺野古社交街の面影を残す建物1960年代のベトナム戦争当時、特に65年から75年にかけて、米軍の戦地への出撃拠点ともなっていた、キャンプシュワブで隣接する辺野古の街は、米軍陥落街、辺野古社交街、アップルタウンとして大いに賑にわった。バーやレストランは200軒以上あったとも言われており、 沖縄本島からだけではなく、奄美からも多くの人がヘノコに移住した。繁栄の一方、泥沼化するベトナム戦争のさなか、米兵とのトラブルも絶えず、また、沖縄の警察は、憲兵隊の許可がなければ介入することもできないため、ヘノコの住民は、九州落の青年会を中心とした、独自の自警団を組織し地域を守ろうとした。また、当初の条件にもかかわらず、 実質的に基地への立ち入りは厳しく制限されたため、林業はその経済的な足場を失った。ベトナム戦争後は異常なドル高を背景とした基地による経済繁栄は見込むことができなくなった。辺野古社交街は現在その多くが閉店しているが、街の雰囲気はベトナム戦争当時の面影を残しかつての繁栄を忍ばせている。辺野古の埋め立て計画現在、 ここから海側にかけて新基地建設に反対する座り込みや抗議が行われている。沿岸は沖縄屈指の藻場とサンゴ礁が広がる。絶滅危惧アイエールイの樹骨が生息し、甲殻類だけでも36種の新種と25種の日本初記録種が発見された生物学的に貴重な地域である。また、絶滅危惧種である青サンゴの大規模な群衆も発見されている。 2015年10月、菅官房長官は、辺野古、豊原、久しの3区に対して、名護市を返さず進行費を直接支給する仕組みを検討中であることを表明した。かつては、沖縄バスの久しバスターミナルがあり、沖縄本島中部、那覇方面へ向かう久し線をはじめ、名護市外方面への名護辺野古線、辺野古以北の久し地域内を及び、 東村方面へのバス路線がそれぞれ運行され、久し地域の交通の結節点だった。しかし、久し地域の過疎化で、二見北の現在の国道331号を通るバス路線を中心に赤字路線となったため、まず、那覇方面の久し線の一部と名護市街方面の名護、辺野古線が統合し、辺野古経由名護東線とし、その後、久し地域内を呼び、 東村方面の3路線を統配合させなご、バスターミナル発着に切り替えた。そして一部が残っていた、久し線も1995年に那覇バスターミナル、串川市揚名の区間に路線短縮され、揚名線となり、久しバスターミナルは廃止された。現在は、沖縄バスの77番、名護東線が1時間に1、2本程度運行されており、 那覇バースターミナルと名ゴバスターミナルを結んでおり、さらに2009年10月26日より、名ゴバスターミナルと赤道十字路を結ぶ22番、名ゴウルマ線が1日4本運行されている。両系統とも、辺野古・沖縄高線入り口、第2系トの3つのバス停に停車する。なお、二見以北は、二見で乗り換えだが本数は、さらに少ない。ありがとうございます。